伊藤修子さんに書いてもらった内容を書いてください。今年のカレーフェスでは修子さんのカレーを食べ損ねました。来年も出店されますか？ぜひ伺いたいです。もう悩みではないですなんか私にその仕事を振ってくれてたのもっとお笑いナタリー の、 そのライターさんが、うん、もしかしたら実家に来年帰っちゃうかもしれないんで、その人が中継役になってくれたんで、その人がいなかったらちょっともうオファー来ないかもしれないですね。なんかもうこ夜な夜な個人的にカレーを作ってるわけですよね。まあ、月に何か1回は何かやってる。それとなくなんかツイッターとかでこうアピールして、今日カレーだよみたいな、なんか焼きラインのテラビにちょっとね、アピールしてみた、先輩にちょっと行くっていうみたいな感じでアピールしてみるとか、まあ、もしそういう要望があればまたオファー来るかもしれないですけど、もう伊藤修子カレー会みたいなのを開かれるわけではない。家でカレーナイト、あのオモスタイルとかでカレーナイトみたいな。ただ仕込みに時間かかる、まあ、ちなみにその売り上げも全部オモスタイルの方でね、全部全額、まあ、それは伊藤修子さんとのね、これは大人の会話になりますからね。まあ、9、9、1ぐらい9がオモスタイルさんにあ、おいやカレーでも大変なんですよ、やっぱカレー屋一人でやってる人がどんどんね、焦がしてもダメだし、野菜流されてもダメだし、笹塚で好きなカレー屋さんあったんですけど、その人も人ついに病に倒れて、なんかさ、カレー屋カレー屋やってどんどん不健康になってくる。そうです、つらすぎて多分どんどん不健康になってくる。シュさんも起きられなくなってくるし、ね、この影響なんじゃないですか、ちょっとね。そうかもしれない、カレーのせいかもしれない、だからカレーってうまいんですね。まあちょっと来年はね、未定ですけど、ね、もしオファーがあれば鍋もね、増やさないと。それだけ遊び込んで、そうですね、だからカレーはうまいですね。お願いします。じゃあもうどうしても食べたいんだったら、もうしゅうこさんにカレーをオファーして、もう来てもらうみたいなね、おかけシェフみたいね、立ち上げるんですね。そうそう、出張カレー屋としてしゅうこさん行きますよ、きっと。もう新宿中央公園で炊き出し習いますよ、もう伊藤しゅうこが炊き出ししてるの、カレーの炊き出ししてるの、石原軍団っていいですね、たしひろしさんがこうカレーが ね、 ねいいですね、石原軍団に担いでもらいたいですね。そうそのうちちょっとね、そうなんかそう出張みたいのできたらって感じね。だからまあそういうだから一人一人の熱意がね、しゅうこさんを突き動かしますから、まあ気持ちをね持ってぶつけていただければ、カレーフェスの事務局にじゃあ直訴していただいて、伊藤修子を出せとオファーしろと、都合によってはね出れないかもしれないですね。まあね、膨大なオファーが来る可能性もありますからね。どうでしょうね。わかりました。次行きましょう。